いいボールだなぁ。いやこんにちは、三笑亭夢太郎です。今日は長崎県の雲仙温泉にやってきました。今ゴルフちょっと楽しんでおります。私プロゴルファーではございませんよ。これからお風呂に入るプロゴルファーでございます。よろしくお願いします。夢太郎です。長崎県の島原半島の中央部、日本初の国立公園にある雲仙温泉ですよ。電車なら特急で JR 諫早駅へ、そっからバスで80分です。飛行機でもね、これはなんと長崎空港からバスを乗り継ぎ約2時間で着きますよ。人里離れた大自然の中にあるイメージですがね、歴史は古いんですよ。なんと西暦701年、701年ということは相当昔です。知行僧行基によりまして怪盗伝説が残されております。明治の頃にはヨーロッパに紹介され、長崎上海航路で欧米人が秘書に訪れるなど、昔から一級の観光地として栄えていたんでございます。いやー気持ちが良かったですね。ここは日本初のパブリックコースなんだそうでございますよ。101年前に出来上がったというね、素晴らしいゴルフ場でございます。雲仙ゴルフ場、こちらにはゴルフばかりじゃございません、テニスコートもありますしね、欧米の匂いがプンプンするいい雰囲気のところでございます。ゴルフもそこそこにしまして、これから雲仙温泉を楽しませていただきます。皆さんご一緒に行きましょう。失礼しました。今ね、温泉卵いただいてるんですよ。これを食べると本当極楽だなと思ったら、いるのは地獄でございます。雲仙地獄、こちらの地獄で湧いた温泉、これでもって皆さんが温泉入っているんでございます。高温の温泉と噴気が激しく吹き出しております。この湯煙もすごいですね。地球の息吹を感じますよ。温泉卵だってね、この雲仙では水蒸気で蒸し上げるんですよ。地球の息吹といえば、平成の年号になってから初の山が誕生しました。平成新山、これも雲仙にあります。また息吹は暑いだけじゃありませんよ。今は5月、三山霧島をはじめ四季折々の景色も絶品なんです。あーいい匂い、釣られて入ってきちゃった。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。こんにちは。この生地の中に小麦粉と卵と砂糖に温泉水を入れて、それでね、今切りたての耳ちょっと一口もらっていい？どうぞどうぞ。あ、あったかくて、いただきます。意地汚い。いやいやいや、あ、おいしい。やっぱり男の子はこれだよね。ピストル BB だ。あらあら、あった、遊んだよな、こういうのな。次の取材に移動します。いや買って、なんかねえ買ってって子供の時よく言ったんだけど、大人になってもまだ言ってる。なんか買ってっちゃダメ。行きます。はい。でもね、懐かしいものたくさんありましたね。ねえ、おもちゃ博物館面白かったのにさ、ダメ、もう。どこ行くの？日本一小さい公衆浴場、あれどんなの？こちらですよ。どうぞ。内藤さん。はい、そうです。雲仙温泉で一番いい男の内藤さん。いい男だね。これが日本一、日本一小さな公衆浴場です。源泉かけ流しの指の湯、ね、あのお指だけ、お、ちょっと、はい、おお、いいね、いいでしょ。それと、南急風呂という公衆浴場があります、はい、そこもまた源泉かけ流しでね、体にものすごく、あの肌にいいお風呂がありますから、 そこにご案内したいんですが、はい、よろしいでしょうか。もちろんお父さんと一緒にね、混浴させていただきましょう。行きましょう。はい、段級の湯。そうなんです。はい、サンキュー。ありがとう。日本初に平成初、初
つもの尽くし雲仙温泉、温泉とリゾートで楽しさ2倍。この酸性硫黄泉というんですか、やっぱりあの最初入るときに、うん、なんとなく、入ってきただけで硫黄の匂いを感じて、で最初入ったときに熱いと思ったんだけど、だんだん慣れてきて、そうです、2回目入るとき、熱さを感じないね、そんな特徴がありますよ。それに雲仙温泉の魅力はね、温泉だけじゃないんですよ。国立公園指定80周年の絶品な大自然、またその大自然を満喫するリゾート、なんといっても8月の平均気温は21度、21度程度だから昔も今も泳ぎにはもってこい。開湯以来、今の温泉という漢字を書いて雲仙と読んでいた事実、もしかしたら温泉の楽しみ方のルーツも雲仙からかもしれないですね。じゃあ謎かけようというんでね、はい、雲仙温泉とかけまして、はい、今一緒に入ってらっしゃる内藤さん、あなたと解きます。その心は湯がいいねなるほどほらだ、最高これ、ありがとう最高、雲仙温泉最高、嬉しい。